はい、で、続いて3本目ですがね。3本目はどうでしょうね。劇場最新作。まあ、また明後日収録なんで、1本な、何本か撮っとかなきゃいけないんで、多分もう1本かなと思ってますけど。どうです?SF か、割と、おじいさんの話か、どっち聞きたいか、どっちですか、これ、うちゃん。SF 揃いで OK。そんな SF 好きのあなたに送る。ね。今日の3本目は。これね、噂によるとね、日本で多分100人ぐらいしか見てないんじゃないかって言われてる映画ですけど。そんなことないかね。今日の3本目は、監督さんがですね、クリスチャン・リバースで、主演がヘラ・ヒルマーで、移動都市モータルエンジンですね。はい、です。で、ストーリーがですね、まあ、原作が、フィリップ・リーブという人の移動都市という作品があるみたいなんですけど、で、ストーリーが、60分戦争という戦争が昔起きて、古代の文明によって地球がもう滅んでるんですよ。で、多分、西暦で言えば多分、そうね、西暦3000年ぐらいの世界。で、地球が滅んでから多分1000年ぐらい経ってる。で、その世界では移動都市と言われる、大きな都市に下にこう車輪みたいなのがついて、だからロンドンとかっていうと、ロンドンの一都市がその移動都市として動いて弱肉強食の世界になっていて、そのロンドンが他の都市を食ってたりするんですよ。ガブーって資源持ってるからガーで、そこでヘスターという女の子がいるんですけど、この彼女が別のロンドンに狙われ小さい都市に住んでるわけ、最初。ギャーって飲み込まれちゃう、その都市を。ブーン、ね。だから、結構迫力あるよ。で、大きな街。だから、藤沢市が動くみたいな感じ。ブーン、ね。八王子市が動くみたいな感じです。ブーン、そこに何千人と多分住んでんだから。ね。で、そういう世界があるわけ。で、そこで、まあ、こう、その、ヘスターという女の子は、その、実際と、ロンドンにいる、バレンタインという男に昔、お母さんを殺されてて、その復讐をするというのが、まあ、一つのメインのストーリーになってくるんですけど、で、そこのヘスターと一緒に行動するのが、トムという男の子がヘスター、最初トムはそのずっと移動都市に住んでるんだけど、ロンドンに住んでるんだけど、そこでちょっとこう、バレンタイン狙われてるヘスターを助けたことによって、こう、一緒にヘスターと行動を共にしていって、ロンドン以外の他の、こう、世界も知っていくっていうこともまた話に関わってくるんですけど、多分すごく、ロンドンが他の都市を飲み込むっていうのってのは、結構その、割と政治思想的みたいな見方すると結構わかりやすいじゃないですか。こう、実際その、イギリスの多分国の成り立ち方みたいなことの一つの側面として言えるのが、やっぱりほら他の都市とか植民地みたいなことしてって、こう割と大きな国になったわけでしょ。すごく帝国みたいなこと築いた時期があるわけでと思うと、なるほどなと思うわけなんですけど、まあそこら辺はこの間紹介したアリータバトルエンジェルとともにですね、結構分かりやすいテーマかなっていうのもんですよ。で、分かりやすいっていう点で言えば、移動都市っていうことで移動をしてその資源をどんどん自分に吸収していくっていうことをその信条としている思想を持っている人たちもいれば、かたやすごく巨大な壁を築いて半移動思想というか、その移動しないで自分たちだけでその割と資源を守っていくっていうグループもその世界の中には存在するわけで、そうするとバレンタインなんての目的はそこに踏み込んでいくってことが目的であるってことが分かっていくんですよ、見てると。で、どうやって踏み込んでいくか、どうやってその巨大な壁を崩すかってなると、昔古代が作ったその技術、それ古代って言われるのは1000年前だから2000年ぐらいの世界では、なんかすごい反重力物質みたいので、それが暴発したことに、すごい巨大なエネルギーが暴発したことによって、今この地球はこういう荒廃した世の中に、世界になってしまったということがあって、その近代のテクノロジーを使ってその巨大な壁を崩そうとしてるんですよ。で、その巨大な壁に住んでる人たちっていうのは、だいたいアジア系の人たちだったり、アフリカ系の人たちとか、多分インド系みたいな人たちとか、インド系って言い方正しいか分かんないけども、
あのが割とこういるわけ、そこのグループでは。でそこにロンドンがっていうのってのはさ、結構その見方によってはさ、やっぱこの白人のそのやってきた歴史みたいなことをこうやっぱ俯瞰して見ている作品でもあるかなっていうふうに思うわけ。でもここでね、すごくいいいいって言ったって別にそんな描き方はたくさんあるので、小説なんかでいや切りないじゃないですか、きっと漫画とかで言ったって話よりは。だからまあその辺はなっていうふうに見て思うわけなんですけど、やっぱ移動都市っていうものの存在かなって思います、この映画を支えているのは。で、あのその古代の技術が優れていたつんで言えば、まあ僕なんかの言い方とすればやっぱ単影ガンダムとかそうですよね。その昔の技術によって今は滅んでいるが、昔の技術はすごかったっていう点で言えばさ、でなっていくと、そこであの結構見てて、だから割とねこうよくわかんないんですよ。結構主人公とか登場人物だけの会話だけで成り立っているようなこう設定でどんどん物語が進んでいってしまうので、で僕この映画海老名の劇場で見たんですけど、朝8時10分からの回で見たんですよ。だからもうほぼほぼ頭がぼーっとしてる状態でいろんなこと言われても詰め込んでいけないんですよ、どうしたって。いやーまあなーと思って、移動都市っていうけど話の物語のこうあのメインとなる展開はほとんどその移動都市以外の世界なので、どうなのかなと思って見たんですけど、ここに出てくるのがですね、あのヘスターを狙うロボット、アンドロイドみたいなやつが出てくるんですよ。でこいつは昔その古代の文明によってその不死の体を得たんだけども、あの過去の記憶がなくなっているっていう、そういうこうすごいこうロボットが出てきて、こいつがいきなりヘスターって出てくるわけね。ずっとヘスターを狙ってるわけよ。でなぜヘスター狙ってるかっていうと、昔ヘスターはある事件が起きて、それから逃げてる途中でこのアンドロイドに拾われるわけで、アンドロイドとこう心を通わせていくんだけど、ヘスターってやっぱこれ寿命があるじゃないですかね、二十歳ぐらいの女の子だと思うけど、ちょっとアンドロイドが自分と同じ体にするって言い出すわけでも、ヘスターが今はできないとね、でいずれあなたと同じ体になるわってこと決意をするんだけども、そこでこのバレンタインがロンドンに住んでるって情報を入手して、それでそこのアンドロイドのとこを逃げ出すんですよ。それからアンドロイドは捕まっている状態だったので、それバレンタインが解放して、それからヘスターずーっと追っかけ回すわけ。だからターミネーターみたいな話になってくる途中から。でこいつが必要に追っかけてくる、本当にずっとヘスターを、物語途中からちょっと物語展開していくと、別の移動都市っていって空中の移動都市みたいなのも出てくるんで、そこにもやってくるんだね、こいつが。うわーっつって言って、うわまた来たってこっちも大騒ぎですよ、見てると。空までこいつ追っかけてきやがったっつんでね。でそいつが割となんだかんだであって倒れる瞬間に、自分のその人間だった時の記憶とかっていうのをファーッと思い出すっていうシーンが入ってくるわけ。ヘスターが小さい頃に自分にやってきて、でね、自分に人間になる時には、人間の時には、あの子供がいてっていうことの記憶をわーっとそれで思い出してくるの。ヘスターと楽しい記憶から自分人間だった時の記憶も。そうするとこう、自分は人間だった時の感情を思い出したっていうわけ。まあ、ターミネーター2と近いですよね。名シーン。いやー、うちは分かった分かったね。あの、エドワード・ファーロンが涙を拭いて、人間がなぜ泣くか分かったような気がするって言って、もう今うちはもう騒ぎですよ、これたまんねえなって言ってますよ、これね。あんな家がありましたかね、エドワード・ファーロングは可愛いしねつって言ってますけどね。でそれでだからね、そこなんかが結構ジーンとくるわけさ。で結果、まあ、あんま言いたがないですけどね、まあ結局そのまあ、白人が悪いんだって言い方はちょっとこれ俺も極端だけど、その、まあ、ロンドンとかその大英帝国みたいなことのその植民主義的なその考え方が違うんじゃねってことを言ってる映画だっていうふうに思うんだけど、やっぱまあ結構その割と融和思想というか、立場が違うけどお互い手を携えようとする人たちの物語でもあるわけね。でやっぱそこってのはさね、そんなものあらって言ったってだよ、やっぱいい話じゃんっていう風にやっぱ見てて思うんですよね。で
なんだけども、俺が最後まで今レビューでこうして喋っていて思うのが、やっぱね、移動都市同士の大きな話が見たかったっていうのは多分劇場の多分みんなの意見だったと思うんですよ。ロンドンがあるなら USA もあって、USA があるなら中国もあるとか、ロシアも出てきてガーンとやり合うとかね。そういうものでも良かったんじゃないかなって思うんですが、この移動都市という作品、小説の。多分なんか4部作ぐらいあって、多分この後はそういう話になるかもわかんないね、もしかすると。でも、すごくね、良くも悪くもなんですけど、あんまり演出で勝負してない映画かなと思います。それがこの映画の強みにもなってると思いますけど、だからすごくつまんないっていう人もいないけど、100点満点だっていう人もいない映画かなというふうに思いますね。なんで外れねえんじゃねえかと、手堅い映画だったという印象が結構あります。はい、なのでその辺がまた手堅いといつそこら辺が評価分かれるんじゃないかなって気もしますけどもね。でも一つ言いたいのは、確かこれ僕公開前、確か3ヶ月前とかの時には 3D とか IMAX でやりそうな感じだなと思ったんですが、多分もうね、劇場を公開して1週間でもう上映回数が海老名の映画館で1回しかなかったので、多分誰も見てないんですよこれが。で大ちゃんにも、いや移動都市モーターレンジン見に行ったんだと、なんで見に行ったって言ったんですよ、ピーター・ジャクソンだからですよ、それ制作ピーター・ジャクソンやってるわけですけど、この人はロード・オブ・ザ・リングですからね、それはロード・オブ・ザ・リングの監督が制作するってなったら、こっちそこそ劇場に行くだけの金あるから、ピーターね、友達だから俺の。でこの人はそれこそウーちゃんとか行ったらもう大変ですよ、春持ってますからねこの人は、あの2001年の春ですね。撮影で使った春あるでしょ、あのコンピューターの、あれがオークションに出た時も買ったのがピーター・ジャクソンなんですよ。で映画のコレクションってむっちゃ持ってるのピーター・ジャクソン。その中で、いやこれ春なんだけどさ、こっち見てると春持ってるこいつね、そういう男だから、そいつが映画作ったっつんだったら、それやっぱ見に行かなきゃいけないわけ。同じ、まあ、俺はそんな映画たくさん見てないけども、あのやっぱ春でテンション上がる自分がいるから、それで行ってね、まあ できればクリスチャン・リバースって人はずっとピーター・ジャクソンと、制作とかスタッフやってたみたいだけど、できればピーターに撮ってもらいたかったですね僕は。ピーターが撮った移動都市を見たかったという。であと IMAX3D 見たかったです。やっぱ多分これ IMAX3D で海外でやってそうな匂いがするんですよ。あ、最後だって IMAX で出てたからね、あの、スタッフロールでは。ぜひね、こういう大きな映画をやってもらいたいんで、なおさ松さんの劇場とかどうでもいいだろうって話でさ、あんなものは。またこういうこと映画差別してますけど、でも劇場がすごい混んでました。あのこの映画では混んでなくて、なんかラブライブとかって映画を朝からやってたみたいで、すごいオタクのお兄さんたちがみんな、やべえや今回京子死ぬらしいぜとかってすごいそれで盛り上がってて、俺はその中移動都市に黙ってチケット買って見てるっていう感じでね。であとヤマトもやってたんで、確かそれでもうなんかヤマト世代のおじさんたちがカシャッとその劇場のポスター撮ってましたよ。それなんでね、移動都市多分誰も見てないので、あの意外と間に破れる映画じゃないかなと思ってますけども、でもなんか映画 .com だと6600人が見たいって言ってるみたいなんで、あのそんなに見てない人もいないのかなと思うんですが、でもこの6300人かは本当に移動都市が見たい6300人ですからね。他に広がる6300人じゃないかなというふうに思いますけども、でも僕はなかなかおすすめの一本ですんで、ぜひこれ皆さん、もうちょっとこれやる頃にはレビューで乗る頃にはちょっと劇場でやってないかもしれないけども、あ、 DVD だったら見てください。はい、というわけで今日の3本目は、あと出てくるのがね、途中で出てくるジエっていう韓国の女優さん、あ、ジエっていう女優さんがやってるアナっていうその女のキャラクターが出てくるんですよ、女性のキャラクターが。この人かっこいいんですよ、ちょっとリーゼントみたいな頭して強くて、アナかっこいい。でジエもそんなに顔が綺麗なタイプじゃないね、結構こうすごい美形だったわけじゃないけど、綺麗っていうかな、綺麗っていうかかっこいいんだよ、かっこいいなと思って。やっぱね、人を作るのは
人を魅力的に見せるのは顔とかじゃねえと思いました。いや顔もあるけど、その行動とかだっていうふうに思って、俺は行動主義で生きようと思ったね、俺自身は。よでもこの間言ったおかちめんこは心は汚いから、やっぱアナにはなれないんですよ、うん、ね、何よりも性格がおかちめんこであったっていうことですからね、上から読んでも下から読んでもおかちめんこっていうことですけどね、はい、というわけで、違いますけども、今日の3本目は加藤さんが、クリスチャン・リバースで主演がヘラ・ヒルマーで移動都市モータルエンジンでした。というわけで以上レビュー 2.9 でした。